第10回のカラオケコンテストにようこそ。いよいよ決勝戦になりました。今日のコンテストはアルニーさんとキスワンさんです。今日は絶対に勝つ。私は負けません。そしてジャッジはリリアンちゃんさんとハイリーバンさんです。どうも、審査員のリリアンちゃんです。私は日本の有名な歌手、ハイリーバンと言います。まずはチャレンジャーとジャッジを紹介したいと思います。2人ともなぜこのコンテストに参加しましたか？小さい時からカラオケで歌うことが好きだった。よく友達と一緒にカラオケに行く。私は歌うのがちょっと苦手だから上手になりたかったんです。面白いですね。じゃあカイリーさん、リリアンさん、どうぞ。私は9年間曲を変えていました。新しい歌詞を見つめたいです。20年前カラオケコンテストに参加したことがあります。そして作曲家とピアニストとしてデビューしました。ある意味で今日のチャレンジャーの先輩です。次は皆さんに今日のコンテストについて聞きましょう。負けても決勝戦で歌うことができて嬉しい。このコンサートの後、誰か私に歌をもっと教えてくれませんか？チャレンジャーたちにいいアドバイスをたくさんあげたいです。皆さん、頑張ってくださいね。今日の歌を楽しみにしています。皆さん、頑張ってね。皆さん、コンテストは始めましょう。最初はアーロンさんですが、歌う前に皆さんから言いたいことがありますか？今日はずっと待っていたんだ。毎日寝る前にたくさん練習した。では練習の結果を楽しみにしますね。私もです。アーロンさんが歌う曲を聴いてからいつも元気になります。そうですね。それはアロンさんはいつもテンポが速い曲を歌うからですね。アロンさんが歌うとき、自分が歌うことが大好きということがわかります。そうですね。じゃあアロンさん、今日は皆さんに何を歌ってくれますか？子供の時から趣味はアニメの歌を聴いたり歌ったりすることだった。だから今日は稲妻イレブンからのつながりを歌おう。稲妻つながりよ、広がりよ、絶対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 非常に上手でした。さすがアロンさんですね。素晴らしいですよ、アロンさん。ジャッジたちからコメントを聞きましょう。とても楽しくって踊りたくなりました。そうでしょう、リリアさん。ええ、大変よくできました。曲のチョイスがとてもよくって、アロンさんの声とに似合うと思います。うん、アロンさん、今何を考えていますか？僕はもう何もできない。キースさんの出番を楽しみにしている。やれやれ、次は私ですね。みんなのは全部上手ですよ。ああ、あなたの携帯かっこいいですね。でしょ、これはドコビの新しい携帯です。お父さんが買ってくれました。へえ、羨ましいです。私は前からちょっと欲しかったです。ドコイの新しい携帯電話を紹介します。あなたたち、携帯電話を買うとき何が好きですか？後ろにカメラがある携帯は一番です。インターネットを使えることは必要だと思います。つまらないとき、楽しい無料ゲームを遊べるのがいいですね。この携帯はその全部ついていて、とても使いやすいです。わー、テレビを見たり音楽を聴いたりこともできます。
そして好きなように飾ることもできます。いやこれは超可愛いです。そうですね、マジ可愛くて欲しいですね。じゃあこの携帯電話を買いたくなりましたね。はい、絶対に。じゃあいよいよキスさんの出番です。皆さんの気分はどうですか？キスさんは最近上手になったけど、僕も悪くないと思う。まだ自信がある。歌うのが上手な人がたくさんいるからちょっと心配してるけど頑張ります。キスさんはいつも前より美しい声を見せてくれます。今日もまた上手になったかもしれません。前回キスさんのパフォーマンスはインパクトが大きかったから、今回も楽しみにしています。皆さん楽しみにしているようですね。じゃあキスさん、今日は何を歌うつもりですか？私は中島美嘉さんのオリオの歌うようになりました。その歌は好きなドラマの OST ですからです。ミルさん、どう思いましたか？もう泣きたいぐらい感動しました。本当に大変よくできました。また美しい歌になりました。私も泣きたいです。わあ、すごいね。今はちょっと心配になった。できるだけ頑張りました。不快がありません。さあ、あとは結果を決めます。これで待たなければならないね。ドキドキするよ。皆さんは最後まで頑張りました。本当に嬉しいです。皆さんの頑張っている姿を見て、なんか自分もステージで歌いたくなりました。もうすぐ終わりになりましたね。勝者を決める前に、皆さん今日のパフォーマンスについてどう思いますか？二人とも今日はよくできました。前後のパフォーマンスはとっても良かったです。もう待つことができない。早く決めてよ。私は負けてもアルさんがとっても上手だったから大丈夫です。さあ、カイリさん、リリアンさん、もう決めましたか？歌うとき感情を入れたり、皆さんが聞こえるボリュームで歌ったりすることはすごく大事だと思います。アロさんもキーさんもいっぱい頑張ったから、とても決めにくかったです。じゃあカイリさん、発表をお願いします。ごめんね、キーさん、でもアロさんに決めました。勝った？嘘、本当に信じられない。僕を応援してくれたみんな、ありがとう。勝つことができなくてもたくさん学びました。アロさん、おめでとうございます。本当にすごいコンテストでした。では二人とも今から何をするつもりですか？まあ、有名な歌手になるつもりはない。すぐまた友達と一緒にカラオケに行くかもしれない。そのコンサートはとってもいい経験でした。でも卒業の生活に戻ることができて嬉しいです。これで第10回のカリオキマスターが終わります。来年も楽しみにしてください。さようなら。雪が沈むまで道で追いかけた、ただ一人会っていたね。僕と仲間たち喧嘩をしたり、仲直り繰り返したり、互いに捕まっていく友情の証。
見て合わせいつから合わせにほら一の力が数百倍に道の定義が相手だろうそんな頭共に勝ち向かって絶対に掴み通る勝利戦い夢この手一回一回一回に繋がり